かわいい。今日からクリスマス仕様なんですね。めっちゃかわいい。ラビット。あ、ラビットか。あ、ごめん。ラビットって書いてた。まあ、いっか。ラビット生写真。あの、うさぎさんの生写真。セルフプロデュース生写真。明日までなので、皆さんぜひ。ラビットでいいよね。ぜひ。あ、寒くない？めっちゃ。もうクリスマスやね、みんな楽しみだね。あ、ルイボースティーを温めました。こんばんは。今日は30分ぐらいやろうかなって思ってます。近々ラジオ出る予定あるって。なんで？何のラジオですか？出たいな。寒い。うどさん、プレゼントボックスありがとう。今日からあれですよね、クリスマスショールームクリスマスキャンペーンみたいな感じじゃない？違う？元気って。元気。ねえ、よだれかけじゃないよ。あったかいんだから。あったかい。サノは毎日コンビニに行くイメージします。え、全然ね、逆に地元におると全然行きませんね。全然行かない。ウランちゃん、金のアヒルさん、ありがとう。何もらえるの？なんかさ、書いちょらんけ。どっかに書いてないですか？めちゃ寒いよね、アルゼンチン、メッシさん優勝した。そう、マフラーしてる。なんかさ、外せなくなりました。なんか、あ、首元があったかすぎて。そう、ウランちゃん、 I love you かな。ありがとう。ヒートテック1枚と短パン製、暖房ついてるやろ絶対。あ、明日給料日なの？めっちゃいいじゃん。明日って何日？20日。あ、20日ね。懐かしい。私も20日だった気がする。あれ、アルバイトの時。日本も全体で、9位？めっちゃすごい。マウラーです。お知らせのとこに書いてあるって。ありがとう。元気。あ、そう、コスメとか。そう、お洋服とかも最高だよね。コスメもお洋服も最強です。女の子の夢が詰まってますね。なんかこれ付け方違う。ちょっと待って。まあいっか、なんでも。納豆パスタ、納豆パスタは食べたことないわ。いいね、美味しそう。ジーナシス検索した。お、いいね。めっちゃいいですよ。グループで2勝の1位通過。2勝ね。素
でクロアチア戦で PK 戦で PK は引き分け扱いだから9位。すごめっちゃ真冬の草さん。さあの真冬なの。真冬なの。インスタ見た、嬉しい。今日もインスタ投稿したので皆さんフォロー待ってます。女子校の先生違います。温かいパスタにバターと納豆と明太子とめんつゆ混ぜるとき、めっちゃ美味しそう。待って待って待って、パスタにバター、あパスタ麺にそう納豆と明太子とめんつゆ、あめっちゃ美味しそう。スキーできるできるように見えますか。いやスキー実際はあのね、実際はねあんまりねあの上手くなかったんですけど、でもなんか私って何でも自信だけはあるんですよね、できそうみたいな。でもスキーは本当に危なっかしかった、うん、もうちょっとあの練習期間が長かったらできたかもしれんね。そうなんかグループでなんかレッスンみたいな、スキーレッスンみたいなのあって、そうあの進みが遅かったですね全体的に。いやショールーム配信するときはあのかなり暖かい格好にしてますよ私。はい。インスタ上げたので皆さん見てください。ナンさん待って、かわいいスノードーム、これスノードームタワーっていうのかな、なんて言えばいいんやろ、スノードームタワー、スノードームタワー、待ってね、スノードームタワー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 、待って、ペンあるから、ちょっと待ってね、あ、これにかけるかな、あ、あった、カーリングうまそうに見える、あ、カーリングできるかもしれない。できるかもしれない。カーリングでもしたことないな。カーリングですし、カーリングやったことないですよ。できそうですか？でもなんか、めっちゃね、お家で。これできそう、あれできそうってテレビ見ながら家族によく喋るんですね。でよく否定されます、はい、ちなみにこの間この間ねマミとパパに、ね、スキージャンプできそうってめっちゃ好きそうやないって言って、スキージャンプめっちゃできそうって言ったの。スキージャンプがなんかニュースで流れちゃって、え絶対無理だからって、難しいからって、着地めっちゃ難しいんだよってはい言われました。そう好奇心旺盛っていうの、そうなので、そうなんです。あそう高所恐怖症じゃないんですね全然。そうなんですよ、
トゥ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 。友達と DM してて推しの話になったの。そしたらサロナちゃんの笑顔可愛いって言われて、嬉しい、ありがとうって言っといて。部活のマネージャーが得意そうって。マネージャーやってみたかった。うん、マネージャーにねめっちゃ憧れてましたよ。何が一番できそう、うん、何が一番できそうかな。何が一番できそうって生まれたらめっちゃ難しいけど、なんかスキージャンプやってみたかったな。ジェットコースターが一番好き。スポーツスタッキングもあれだけ上達したんだから何でもできるって。そうなんですよ皆さん、スポーツスタッキングあの期間でめっちゃね頑張ったので、何だってできそうよね。わかるわかるね。絶対できない。ワンショット当たったっぽい。わさぴさん、ワンショット当てるのを夢見ちょったやん。来るしかないって。うん、スキージャンプは子供の頃からやってないと思います。ごめんなさい。なんかブルーインパルスかっこよかったですか。ブルーインパルスね、雨で見れんやったというね。そう、あ、ナンさん行きますよ。スノードーム歌わありがとう。せーの、うんうんうん、待って、うん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 、ありがとう。そう、見れんやったとよね。だからね、そうですね、見れてません今回は。そう、めっちゃ久しぶりに行けたから見れたらいいなって思ったんですけど、残念ながら。そう、ニュータブル基地のサナちゃん21歳なんだよって言ったら、3歳さ、リアル姉妹じゃんって言われた。ね、姉妹だよ、ほんとに。うん、パパと行きました。パパ。パピーと行きましたよ。スーパー早起きをしていきました。はい。基地入れるの。そう、エアフェスタの時だっけ。そう、航空ショーの日だっけ。入れるんですよ。久しぶりに宮崎県の投稿しました。そう、焼酎のお湯割りですかって。めっちゃ面白い。可愛いコップに、うれしい。これ何のコップだっけ。エレガンスコップ。あ、宮崎県ってつけた方がいい？オッケー、待って。じゃあさ、ハッシュタグつけるわ。つけれるわね、確か。つけます。そうやったわ。宮崎県ってつけなきゃだね。編集します。ハッシュタグね。ちょっと待って。これか。え、つけちゃらえた？やば、つけちゃらんねん。で、編集する。宮崎県、オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう。端末で仕事してた時、時たまブルーインパルス練習してた。え、最高やん。嬉しい。サラの字綺麗だから劇場の展示されてた川柳とかめっちゃ目引いたって。桜本さん、ありがとう。そう言ってくれたら嬉しいよ。めちゃくちゃ癖字だけど、でもね、本当になんか自分で言っちゃうけど、いっぱい置いてあっても自分の文字探せるんですよ私。人と似てないっていうか、
そう、なんか筆圧も高めかな。でもあれペンやもんな。そう、ペンやから関係ない、筆圧は関係ないけど。そう、なんかさ、中学生の頃とか小学生の頃とかにさ、なんか答案用紙みたいな、なんか宿題プリントとかさ、なんかこうバーって開いてあって、自分の取って帰ってくださいみたいな時に自分のやつすぐ探したもんな。うん、温かいもの飲もう飲もう飲もう。何年か前に横須賀の米軍基地にいた時、2時間以上なのお疲れ様だ。サランちゃんの字めっちゃ好き、嬉しい、うん、習字とかしてたの。うん、習字習うの夢でしたよ。まあ、習字習おうと思った機会何回かあったっちゃけど、結局習いませんでした。うん、だから習字やったことない、授業でしかやったことないね。あのさ、なんかさ、夏休みのなんか工作みたいな時にね、なんか習字とかもなんか工作のうちに、なんか工作っていうかなんか作品に入の分類に入っちゃって、そう、習字なんか作品2点みたいな感じで、絵画描いてもいいし、習字描いても、ま、物作っても何でもいいみたいな。で、私は毎年習字書きよたちは、習字はさ、なんかさ、まあ、一発で書こうと思えばさ書けるやん。けどさ、やっぱさ、なんか納得いくまで私は書いちゃうタイプやから、あの習字し始めたらもう2時間とかかかってましたね。2時間で終わっちゃったかな。2時間から3時間ぐらい、1時間から3時間、うん、2時間ぐらいかな、やってましたね。めっちゃ何枚も書いて、何枚も捨てて、うん、そう。でも習字は本当に全然上手くない。なんか習字習っちゃおっかはさ、やっぱめっちゃ上手いやん。めっちゃ仲いい子とかがそう習字やりよったから、めっちゃなんか先生みたい なんかお手本みたいな字書きよって、でも言った、習字習ったらこんな上手くなるんやろかって思ってました。でもなる人とならない人おると思うよ、きっと。うん、何枚書いちゃったとって。え、提出物は1枚でいっちゃうけど、あの必要以上に何枚も書いてやってました。全然書道家でもなんでもない、うん。あとね、なんかね、いつやったかな、何年生かの時にね、なんかね、授業でね、なんかね、なんか長くて長い紙にめっちゃなんか文字を書くやつがあって、大変やった。硬筆、硬筆と毛筆あるよね。硬筆習字書き初めの習っちゅうたけど、さらちゃんの見習ってそうだなって思ってからびっくり。え、待って待って、サララちゃんの見て習ってそうだなって思ってたからびっくり。全然習っちゃらん、うん。気に入らなかったらすぐにくちゃくちゃにしたの。うん、なんちが、なんか新聞にね、あ、なんか当時なんか流行ってたっていうか、誰かに習ってさ、あのね、新聞紙を半分に切って、いや、半分どうやって作ったっけ、そう、新聞紙を確か半分に切って、え、なんかね、新聞挟むやつを作っちゃったというね。なんかホッチキスもいるっちゃけど、ハサミとホッチキスと新聞が必要やっちゃけど、そう、あ、ん、うん、かな、ホッチキスかな、うん、ホッチキスかな、うん、とかが必要で、それでなんか挟むやつがあって、でなんか挟むやつ作って、それに挟んじゃったから、そうね、それに挟んで一応置いちゃって、何枚かお気に入り見つけてピックアップして、その中から選んでた。うん、そらちゃんの宮崎弁めっちゃ可愛いって、唐突、本当に嬉しい。そう、そんな感じでやってました。
そう、習字のやってましたね。習字とか、あとなんか絵描いたりもしてました。うん。マミの意見、マミの意見ですか。習字、習字はそんなに、そんなにあれでしたね。あ、でもなんかひらがな、小1とかの時ひらがなの宿題出るやん。青いっぱい書くやつとか、マスがあってバランス見ながら書くやつとか、あ、もうひたすら1枚あのプリントとかいのプリントとかあったやん、小学校1年生の時。めちゃくちゃあの隣に座って教えられてました。うん、一緒に書いたりとか、そう、後ろから手持ってくれて、こうやって一緒にこうやって書くんだよってやってくれたりとかしてましたね。めちゃくちゃひらがな難しかったな、覚えるの。あの、わとかねとかあとかぬとかめとか難しかった気がする。うん、あ、るも難しかった。ろとか数字の3に見えたり。うん、そう、習字全然得意やないよ、全然得意やないよ。うん、止まってる？書道めっちゃ綺麗に書かされるけど、有名な人の作品は違うよね。わかるわ。みんなうまいよね。うん、え、そう、バランス難しいよね。みんな見えてる？なんか止まってるように見えるんですけど、止まってるようには見えんけど、なんかコメントがね、コメントが止まってるけど、みんな見えてんのかな。ん？帰ってきたってずっといるよ。書道ちゃんと教えられたことないよなって。書道は学校で習うぐらいですよね。うん、学校で習ったよね。あう、みんな見えてる？見えてない。あれ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 。見えてんのかな。今年初めの新春エイトの日でサーノの書き初めみたいで、え、嬉しい。あれか。神奈川の今気温、え、1度？雪それ。そう、ロが3ね、そう見えたりするよね。サーノが書いた短冊は大切に本に挟んでおります。そう、わさっぴさんさ、本当にもう本当にあのそれしおりじゃないです。はい、でももうなんかしおりにしてくれていいですよ。しおりの方が使ってもらってる調子で、しおりとしてね、みんな聞いて。わさぴさんがね、お話し会でね、サーノンのしおりを取りに行ってきたみたいな、だいぶ前に言ってくれたんですよ。しおりって言われて、めっちゃさ、めっちゃくちゃ
何の話って思って、何の話って思ったとよ。そうしたらまさかの、あの私が書いた短冊で、そうそれ短冊よって言って、そうあの七夕の短冊のプレゼントよって言って、短冊だったんだって言われてびっくりしちゃった。そうでもしおりとして使ってくれてるみたいで何よりです。確かにしおりにも使えるけど、でもさ、しおりにしてはさめっちゃ大きいよ。しおりとしてはめっちゃ大きいと思う。まあこれからも本に挟んで持ち歩いて、腰に回路してる今しちゃうよ。だからちょっとあったかいよね。高度なボケです。いやもうだいぶ、です。はいはい、だいぶ天然ですね。あ、何事にもトライを。嬉しい嬉しい、ありがとう。あ、それゲットしてくれた写真どっちだろう。そうしおりじゃないのよ。そう短冊なのよ。そうまあでも短冊だったら飾るしかないからいいね、しおりでいいよ。え、そう違う、お腹にね貼ろうと思ったっちゃけど、お腹に貼ったらめちゃ熱くなっちゃうから、そう背中にした今日は。そうお尻に似て天然になってきたかな。うーん、誰かな、誰かな、はてはて。天然育ちの空のちゃんってことでいい？それならまあいい、いいよ。誰かな、誰のことかな。うん、寒い日は前後春。いやもともとね、春カエルスカンちゃんはそう春カエル得意じゃなくて、そうやけどね、あの鳥取のロケの時にそう春カエルいただいたので、そうそれを貼りました。そう前にサロンのサイン会で会った時に書いてくれた字が綺麗で、今も額縁に入れて飾ってますって。嬉しい、ありがとう。確かにお腹にあったら間違いなくめっちゃあったかいよね。そうでもなんか上着着たりするのにさ暑いやん。そうあんまり春カエル得意じゃないんですよ。めっちゃ暑くなるやん。でも今日はいい感じ、めっちゃ寒いやろね。今日は30分で終わりますよ皆さん。30分経ったら教えてください。靴下のやつね、靴下のやつさ、そうあのもらったよね。そうまだやってないや。そうめっちゃ熱くなりますよね。そうなんです。俺も額縁に入れて飾ってます。嬉しい、ありがとう。あ、今30分経過、もう早いね。そうそう、じゃあ終わりますね。ゆうちゃんハートありがとう。え、ちょうど過ぎて。そうなの、私って体内時計あんのかな。本当に体内時計存在してるかもしんない、本物。じゃあそろそろランキング読んでいきたいと思います。13位はピンクカメオさん、ありがとうございます。12位はウランちゃん、ありがとう。11位はコウイチさん、ありがとうございます。
10位は初めて読むドナさん、ありがとうございます。9位はショートさん、ありがとうございます。8位は篠田アートマーク空のラブ、ありがとう。7位はしんさん、ありがとうございます。6位はこうへいさん、ありがとうございます。5位はスヌポンさん、ありがとうございます。4位はわさぴさん、ありがとうございます。3位はまちゃさん、ありがとうございます。2位はイングウェイさん、ありがとうございます。そして1位はナートマク空の姫が1番、スノードームタワー、ありがとう、ありがとう。はい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。はい、みんなありがとう。というわけで今日も一日お疲れ様でした。明日もみんな頑張りましょうね。ねえ、そう、みんな聞いて、ポップアップがさ今週で終わるんやって。そう、今週末、今週までらしくて、寂しい気持ちになってます。で、個人的にポップアップめっちゃ好きで、なんかさ、こう毎日あの曜日ごとによって出演される方が違って、そう、火曜日はさ三浦翔平さん、私は楽しみにしてて、水曜日は前田敦子さんをめっちゃ楽しみに待ってたので、もう悲しい。うん、そう、月曜日は淳さんもいたりね、なんかさ曜日曜日でね、めっちゃ良かったですよね、楽しくて。あと私はヒロズメイク、月曜日のヒロズメイクもめっちゃ楽しみにしてて、そう、今日ラストのヒロズメイクでした。うん、あと3日で療養期間終わるから、サラちゃんの配信見て頑張るって、乗り越えよう一緒に。はい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。そう、サイレントも終わっちゃう、悲しい。何その番組って。お昼の情報番組知らん？ポップアップっていう番組、3チャンネル、ね、3チャンネルやけど、こっちだったら、向こうやったら8チャンネルかな、富士山かな、富士テレビかな。そう、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。空のじゃんけんじゃんけんぽい、みんな見てくれてありがとう。そう、3チャン、こっちでは3チャンなんですけど、そちらでは多分8チャンネルぐらいだと思います。というわけで皆さんありがとうございました。それではおやすみなさい。みんなありがとう。そうだよね、学校行っちゃう時多いよね。そうね、みんなおやすみ、バイバーイ。ありがとう。